はい、今ですねトップコートに硬化剤を入れました。これをよく混ぜていきます。はい、では塗っていきます。トップコートはですね平米あたり 0.4 キロです。でプライマーが平米あたり半分の 0.2 キロになります。まあ 0.4、0.2 っていうふうに覚えるとまあ分かりやすいかなと思います。これはトップコートですね。トップコートっていうのがですね普通のその塗料とは全く、実は物性が違います。 FRP のトップコートは原料がですね樹脂なんですね。これポリエステル樹脂になります。ポリエステル樹脂の中に、このグレーの顔料が入ってると、そういう理解になりますね。なので、硬化した後っていうのはガチガチに硬くなります。樹脂なのでポリエステル樹脂なのでガチガチに硬くなります。今ちょっと養生をしていきます。ちょっと見えないんですけど、ね、平米あたり 0.4 キロということは10平米で4キロですね。10平米で4キロ使うということになります。4キロのセットだと10平米塗れますよというふうになるわけですね。これで、今ですねこれちょっとガリ切ってないんですけども、まあ、こんな感じになります。これはまた固まるとガチガチの防水層になるわけですね。これが水槽の成り立ちです。はい、今ですねこれ完成した水槽の断面図になります。艶引きして、だいたい硬さとしては、ね、イメージしていただくとこんな感じになりますね。これ 0.1 ミリもないんですが、まあ、弾力性はこんな感じですね。で、トップコートをなぜ厚塗り しない方がいいのかと、規定量を超えない方がいいのかなんですが、これ薄いところは、まあ、このくらい曲がりますね。で、まあ、ようやく折れると。でこれちょっと分厚いところなんですが、分厚いところはやっぱりそれだけ割れやすいということです。なので、平米あたり 0.4 キロを極端に上回るということは、まあ、当然よろしくないということになっていきます。これがトップコートですね。で通常の、塗料よりもですねかなりこう硬度が硬いと、プラスチックなので元が樹脂なので、プラスチックポリエステル樹脂系の塗料だということが認識できると思います。まあね、ガリガリしても全く影響はありません。まあ、そのぐらい頑丈なものになります。で断面図がですねこんな感じですね。面木が入っていることによって、マットが馴染むようになっているということですね。あとはですねこの発泡面木に関して、シーラーがいるかという質問があるんですけれども、発泡面木に関しては別にシーラーなくてもバチバチにくっつきます。これなんでかっていうとですね、例えばレゴブロックをイメージしていただくと分かるんですが、これ発泡面木の表面に細かい巣穴が開いております。でこの中に樹脂が入って硬化するのできちっと密着すると、まあ、ガチッと固まった時は物理的に密着する、まあ、アンカー効果っていうんですけれども、なので、まあ、プライマー特に必要はありません。まあ、バチバチにくっつきますよということですね。で角はこんな感じですね。見ていただくと、まあ、こんな感じでできております。
こういった形になっておりまして、水が入るポイントはありません。もう一つはですね、この防水テープ一つ弱点がありまして、ブチルゴムテープというですね、ゴム系の粘着剤使っております。冬場はいいんですが、夏になるとですね、ゴムって溶けて柔らかくなるので剥がれやすくなったりします。そういう場合はですね、シーリングで押さえてあげるとか、まあ、そういった処理が必要になったり、まあ、場合によってはですね、ここもガラスマット入れてあげるとさらに強力になりますので、そこを注意していただくといいと思います。でこの発泡面際はこのウレタン系のシーリング剤で押さえてあります。でここなぜ直角にしないのかということなんですが、これですね、布の服をイメージしていただくと分かるんですけれども、布の服をこう直角に当てようとしてもですね、こうピンとこう跳ね上がってきますね。でそれどういうふうにこの面着がない場合影響するかというと、この気泡が空気が入ってしまうので、脆弱になってしまうということで、この面着を入れていくということになります。で、まあ、これかなり剛性も高くなっておりますね。もう本当にね、たわまないですね。これ思いっきりこう入れても全くたわまないこっちにやっております。まあ、軽量で剛性があるというのがこの FRP の特徴になるかなというふうに思います。というわけでね、今回この防水層を使って、まあ、水槽のライニングをしてみました。皆さんもぜひ活用していただければなというふうに思います。今後もですね、このチャンネルでは皆さんのお役に立つ情報をどんどん発信していきますので、よかったらチャンネル登録、いいねボタンいただけると大変嬉しく思います。では連日工作、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。